オットーノイラート、オットーノイラート、オットーノイレット、1882年12月10日、ウィーンから1945年12月22日、オックスフォードは、オーストリアの科学哲学者、社会学者、政治経済学者、ユダヤ系であったためナチスによる迫害を受けて、イギリス亡命を余儀なくされるまで、ウィーン学団の指導的人物の一人であり、物理主義の創始者とされる。 ウィーン大学で数学を学び、ベルリン大学で博士号を取得。1907年に、アンナ・シャピレ、アンナ・シャパイアと結婚。1911年に、アンナを出産が原因で亡くしてから後、以前から親しかった数学者、哲学者、オルガ・ハーンと再婚した。オルガが、盲目のためか、そしてまた戦争の勃発のため、息子のパウルのイラーと、ポールのイレット、後年。 社会学者になるは、ウィーンガーのノイラーとの母がいる孤児院に送られたが、9歳の時に戻ってきて、夫をノイラーととオルガと共に暮らした。ノイラーとは戦前は、バルカン戦争における経済の研究で知られ、第一次世界大戦中の1916年、オーストリア・ハンガリー帝国の戦争省で、戦争経済の第一人者となり、ハイデルベルク大学でも、 戦時経済の抗議を持つ。1918年からは、ライプツヒで、ドイツ戦争経済博物館の館長になる。戦後は、バイエルン州とザクセン州のマルクス主義政府で、貨幣によらない、物々交換による、中央計画経済を熱心に推進し、この主張は、ルートビヒホンミーゼスから注目され、経済計算論争を始めることになる。ドイツ中央政府によって、 戦後のマルクス主義判断が鎮圧されると、ノイラーとも逮捕され反逆罪で告訴されたが、政権とは無縁だったことが明らかとなると釈放を入れた。ウィーンに戻ってから彼が始めたプロジェクトが、やがて教育を受けていない、ウィーンの大衆に複雑な社会経済の事実を伝えることを意図した社会経済博物館に発展することになった。このプロジェクトを通じて彼は、 グラフィックデザインと視覚教育の研究へと向かうようになった。イラストレーターのゲルト・アルンツやマリー・ライデマイスター、マリー・エライド・メイスター、後にノイラートと結婚し、マリー・ノイラートとなるの協力を得てノイラートはアイソタイプを発明した。これは視認性の高いアイコンによって定量的な情報を記号的に一目で変えさせようとするものであり、後にエドワード・タフト、 が、検伝するようになる種類の定量的情報を表示する、視覚的方法でもあった、関係するアイデアは、バックミンスター・フラーや、ハワード・ T オーダムの仕事にも見出せる。ノイラートが仲間たちと共にデザインした記号は、読み書きのできない人々や、専門家でない人々でも、社会変化や不幸を理解できる一助として、様々な国の人口統計と、社会統計をそのように応じて表現し、 19世紀から20世紀初頭にかけてのこうした統計に見られる変化を図解してくれるようなものであった。この仕事は地図学やグラフィックデザインに大きな影響を与えた。彼が各地の博物館で行った革新的な仕事やマリーライデ・マイスターの役割であったデータと統計を視覚的な形状へと変化さるトランスフォーマー、トラフォーマーという概念は博物館や 展示会の実際的な活動に影響力を持った。1920年代を通してノイラーとは論理実証主義に傾倒し、ウィーン学団宣言の主要著者となった。彼は検証原理とプロトコル命題について執筆した。ウィーン学団、左派の一員として、ノイラーとは、刑事上学と認識論を共に拒絶し、マルクス主義とは科学の典型であり、科学とは、 社会変化のための手段であるとみなした。論理実証主義の目標の一つであった、統一科学の運動や統一科学の国際百科全書の観光は、ノイラートを背後の駆動力として展開された。もちろん、統一科学百科全書という題名は、フランス18世紀の百科全書をもじって付けられたものである。執筆人は、ノイラートのほか、ルドルフ・カルナップ、 バートランド・ラッセル、ニールス・ボーア、ジョン・デューイ、チャールズ・ W ・モリスなどであった。統一科学百科全書は、ウィーン学団参加者たちの主張をもとにして、すべての学問を体系的な仕方で定式化することを目標にしていたが、わずか2巻を刊行しただけに終わった。ある意味で、ノイラ・ートは、統一科学運動を通じて、社会科学を物理学や、 科学のように因果律に従って正確な予測を行う学問にしようとした。1938年にナチスドイツがオーストリアを合法アンシュルスするとマルクス主義者たちは亡命を余儀なくされた。ノイラートはまずオランダに亡命し、ハーグでムンダネウム教会を設立した。この地でオルガが亡くなり、ノイラートはマリーライデマイスターを伴って無ンパン戦で、 他の亡命者と共に海峡を渡り、イギリスへ、再び亡命した。ノイラートは幸いにもイギリス中部、ウルバーハンプトン近郊のビルストンで、同志の再開発に関する市議会顧問の職を得た。1945年死亡。5歳となったマリーは1980年代に、亡くなるが、その時まで、アイソタイプ研究所の仕事を続け、ノイラートの移行の出版や彼が始めたプロジェクトの、 完成に従事し、アイソタイプ方式を用いた児童向けの本を数多く執筆した。ノイラートの著作やノイラートについての研究文献の多くはまだドイツ語でしか読めない。ただしノイラートは英語でも執筆は行っており、その場合、オフデンのベーシック英語を使用している。ノイラートの総工はイギリスのレディング大学に保管されている。 ノイラートの後期著作であり、そして主張の一つでもある物理主義において、彼は論理実証主義者による統一科学運動の議論を間骨脱退している。実証主義者のプログラムの一般原則と概念的基礎について、ノイラーートが同意する点は以下のように明確に述べられている。さらに彼は言語一般について実証主義者が論じる仕方に反対し、 特に初期ウィトゲンシュタインの基本的思想のいくつかを拒否している。まず、ノイラーとは言語と実在の同型性を無益な形事上的空想として退りけた。そのような議論は、ごと文がどのようにして外部世界を表彰し得るかの説明を求めることにつながりかねないから出る。代わりに、ノイラーとは言語と実在は一体であると考えた。つまり、実在とは、 言語活動において、すでに検証された文の相対に他ならず、文が、まであるか否かはすでに検証された文の相対の、関係に応じて決まる、というのである。もしある文が、検証済みの文の相対と、調和していない、言い換えれば、整合的でないならば、その文が、偽とみなされるべきであるか、相対を構成する署名代のいくつかに何らかの、変更が不可欠であるか、どちらかである。 彼の考えでは、真理とは、このように、世界内の物事やその他の実在に関わるものというよりも、むしろ、言語的主張相互の内的な整合性の問題と、みなされる。その上、検証の基準は、体系全体に適用されるべきであって、個々の文に適用されるべきではない。このような考え方は、クワインの、確証の全体論に深い影響を与えた。 実際、言語とは、本質的に、全体論的であり、従って科学的検証も、全体論的であるということを、すでに会場のある船を回収しなければいけないことに、例えたノイラートの次の比喩は、クワインの著書、ワードオブジェクト、日本語訳、言葉と対象によって、有名になったのである。我々は、乗船中の船を、大海原で回収しなければならない船乗りのような、 ものである。一から組み直すことなどできるはずものなく、針を外したら間髪入れず、新しい針をつけねばならないし、そのためには、船体の残りの部分を支保に利用するしかない。そういう具合に、古い針や流木を使って、船体すべてを新しく作り上げることはできるものの、再構成は徐々にしか行えない。また、ノイラーとは、科学は、センスデータの用語によって、 再構築されるべきであるという意見にも反対した。科学の形式的再構築のための確実な基礎を提供するには、知覚経験は主観的すぎるからという理由である。彼の見解では、多くの実証主義者がまだ支持していた現象学的言葉遣いは、数学的な物理学の言語に置き換えられるべきである。時空座標に準拠する。 数学的物理学の用語を使えば、ここで必要な客観的定式化が可能になる。このような諸学への物理主義的アプローチは、諸学を物理的事実に関わる様々な主張からある一つの体系へと還元するから、形事上学のすべての残滓を除去するのを容易にするだろう。最後に、ノイラアートは、言語それ、自体も、一定の秩序を持った音または、 記号の連続によって構成されているのだから、一つの物理的体系であり、従って言語が自身の構造を記述することができるの何の矛盾でもないと示唆した。今日なお心の哲学をはじめとする刑事上学において支配的な立場である、ある種の物理主義は、これらのノイラーとの思想によって、その基礎の形成を助けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。